チャンネルクララをご覧の皆さん、こんにちは。新シリーズ皇室史の名場面ということで、倉山先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。おごそかによろしくお願いします。おごそかによろしくお願いいたします、はい、ということで、はい、今回もですね、倉山満事務所さんのスポンサー様でご提供させていただきます。はい、ございます。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、今回は皇室史の名場面新シリーズということなんですけれども、はい、はい、今回の始めていく趣旨からちょっと話をしていきたいなと思うんですが、はい、はい、皇室って2683年の歴史があって、その前に神話があるわけなんですよね、はい、うん、でそうなるとものすごい人間臭い天皇って多々いらっしゃるわけですよ、はい、うん、で今の、皇室に対して過度な理想像を押し付ける人が多くて、はい、で天皇はこうあるべきだみたいな、自分の考えた理想の天皇像を押し付けて、でそれに当てはまらない人はダメだみたいな、うん、だから今皇位継承順位悠仁殿下までは決まっているのに、秋篠宮家は問題があるからダメだみたいな、うん、典型的な例ですよね、はい、で逆に愛子さん可愛いからいいじゃないかとか、そんなこと言い出したら佳子さん可愛いじゃないかとかね、こう笑ってます、はい、本当そういう話になっちゃうんで、はい、違いますよと、はい、でそもそも の現代の話だけで皇室を語るんじゃなくて、いろんな皇室の歴史を語りながら、過度な理想像ではない自然体の皇室の姿を伝えていこうということ で、はい、でそういった意味で皇室を分かった上で現代に関して皆さんが意見を言ってもらえればなというふうにしたいと思います。なるほど、自然体ということですね、はいはいはい、でそれでですね、はい、なんか私ねこの本書いたらですね、はい、なんか中世史の専門家と勘違いされちゃって先生はいろんなところがご専門のように感じてはいますが違うんですね。違うんですよ、だって、はい、中世室町の本2冊出してますけど、はい、趣味ですから。趣味なんですね、はい、趣味で本出せるんですね、はい、いやありがたいことに、はい、しかも倉山満のってね、はい、本の題名にね、はい、自分の名前が入ってるって、はい、ありますね。なんですけれども、まあそのうちの、ね、古代史の本でも出そうかなと。はい、あもう古代史の本、うん、あでもそうか、なかなか一冊お出しになってらっしゃる。ないじゃん、まあ、世界史講義とかね、世界史と合わせてみたいな、はい、いやつまり私は日本近代憲政史を語る上でこれくらいのことを知っとかなきゃいかんだろうっていう専門の前提のところで、はい、まあ、皇室のことについて一通りこれくらい知っとかなきゃ恥ずかしいだろうぐらいのレベルなんです、うん、と思ってるんですけど、はい、あまりにも事実誤認が多いので、例えば古代には先例がないとか、えなんてないでしょう何のために神話があるんですか、はい、一言で、はい、ね、ということになりますね、はい、うん、まあそういううちいろんな時代を、ね、はい、皆様のリクエストを合わせて取り上げていきたいなと思うんですけど、はい、でそこでですね、はい、まあ今回日本一優しい天皇の講座の背景となった部分、あれだけ短い緊急出版の本なんで、はい、まあ、全部を盛り込んだら難しくなるし分厚くなるだけなんで、まあそぎ落としたけど大事な部分をお話したいと思うんですけど、はいはい、そうです、まあ、本でも ご紹介した佐々木宗一先生の教え、はい、ね、君民協治こそが我が国体である、はい、っていう、ですね、まあ、佐々木先生の教えは大前提として学問においては師匠も弟子もないと、師匠の言ってることを全部正しいと思って聞くんじゃなくて、間違ってると思ったら遠慮なく批判せよと、はい、いうことが、まあ、伝えられておりまして、まあ、佐々木先生のお弟子さんが大石義雄先生で、大石義雄先生のお弟子さんが小森義峰先生で、小森義峰先生のお弟子さんが吉川聡先生で、その吉川聡先生に誘われて、まあ、京大会館でやってた憲法の学会に、うん、はい、まあ、年に4回顔を出させていただいて、だから弟子の弟子までは直接師匠の師匠を会うっていうのが京大学派の佐々木先生の系統を受け継ぐ方たちなんですけれど、だから佐々木先生、大石先生はもちろんお会いしたことないんですけど、はい、まあ、小森先生、吉川先生先生は、まあ、何度もそういう佐々木先生の大事な教えは、まあ、若い者も聞いておくようにと言って、はい、まあ、教えられた話、はいはい、で、まあ、我が国は君民協治が国体であるっていうのは、天皇陛下は国民を見捨てない、はい、で国民は天皇陛下を見捨てない、お守りする、うんうん、でそういった国体を憲法典で変えちゃいけないって規定したところで、本当に国民が皇室を見捨てた時に憲法典の条文に何を書こうか止める方法はない、うん、ただしその時は日本が日本でなくなる、だから日々の政治で日常的に努力しなければならんのだと、うん、法律に頼るなと、はい、いうことが
あの佐々木先生の教えで、まあ、日本一優しい天皇の講座にも書いた話ですね、はいはい、ただじゃあまあそれいい話なんですけれども、べき、はい、論としては正しいんですけど、じゃあ事実のである論として、うん、全ての天皇が人格者で全ての天皇が民を見捨てたことがないか、はい、っていうと、はい、まあ私ね、はい、あの学生時代から面倒を見てた子が新田義貞の子孫なんですよ。はいはい、うん、その子はね、あの南朝こそ日本最大のブラック企業って言ってます、ね、そんなにあの苦しい時代を生きるんですか。いやいやいや、すぐ増税して反乱を起こしたら処刑するし、渡瀬裕也先生がね、はい、あの時代生きていたらすぐ一気を起こしますでしょ。ちなみにね、楠木正則のセリフを渡瀬裕也の声で読むってやってたら、はい、ものすごいで意味が通じる。ちょっと聞いてみたいですね。正成の息子にして正面のね弟で、はいはい、一時的に北朝に行った人ですね、はいはい、現実主義者なんですね、はい、現実主義者ね、はい、うん、はい、今一瞬原理主義者って聞こえました。原理主義者に対して現実主義者って人なんですけど、まあそれはさておき、はい、あのまあ後醍醐天皇は新田義貞を見捨ててるわけですよ、うん、もう答え言っちゃいました今、はい、いや事実として、事実としてね、ね、民は、ね、はい、天皇陛下を守り去る、はい、天皇陛下もね、はい、一君万民、はい、全て陛下の世知だから見捨ててるじゃん。まあやっぱり我々の生きる時代からするとこうなかなかこうそういうこと想像がつかないところであると思いますけど、はいはい、まあ、後でどれくらいこれ信憑性あるかも解説しますけど、はい、太平記の17巻、はい、ね、そのシーンがね面白おかしくというか、はい、一番詳しいのがこれ、はい、っていうのが載ってるんですね、はい、まあ、背景説明しますと、はい、足利尊氏の猛攻によって後醍醐天皇は連戦連敗、はい、楠木正成を筆頭とした三北一掃と言われる4人の側近が全員討ち死にして、うん、でめぼしいところでは新田義貞だとあと誰だぐらいしか残ってないわけですよ、はい、という状況です、はい、でそんな時に足利尊氏からですね、はい、延暦寺に立てこもって遠慮寺だったかな、立てこもって抵抗している後醍醐天皇のところにですね、密使がやってきてですね、はい、帝、ね、帝一人ででもこちら戻ってきませんか、そんな声が、ちょなんかなんかね、鳩山一郎を誘う吉田茂みたいな甘い声のような甘い声がやってきて、はいはい、いやそこでですね後醍醐天皇はですね、はい、乗るんですよ。えなんか新田さん頑張ってらしますね。頑張ってますよ、ですが、うん、でそれでまあ黙って、はい、ね、分かったって応じようとするわけです、はい、ところが新田の家臣でなんか勘がいい人がいて、なんかおかしいぞと、なんかいきなり普段やんないのにこんな朝早くからお参りに行くとか言って、ね、駆け出してるやつがいるぞって言って探りを入れてあっとか言って逃げ出そうとしてた後醍醐天皇まさにその場に、ね、遭遇しちゃうの。現行犯、そんなディテールもあるんですね。そうそうそうあれ何の行列ですかこれ、はい、何をされてんすか帝臣苦しい、すごいね、ダッシュしてこの堀口貞光さんっていう人が、ね、あらん限りの罵倒をしてる。罵倒ですか。永遠ね、はい、一応原文がね、はい、最近ね、あの太平記ってウィキソースにね、はい、載っけてくれてるんでね、誰でも読めるんですけど、予習でね17巻だけ全部読んできてって言って読めました。私一応あの社会人ってことで、あ、いす軽い仕事だと言われたんですが、4日前に言われてもそうですか、はい、まあ、興味がある人読んでください、はい、私も久しぶりに読むと、ね、はい、結構大変でした、はい、でここに載ってると思うんですけど、はい、対日田一族132人、兵隊8000人があんたのために命がけで戦って死んだんだよ、ね、それなのにね、敵の朝敵の方がね勢いがあると、みんなあっちの方行ってるね、ん、何のためって、あんたに人望がないからだここまで言われますか。面と向かって後醍醐天皇にその堀口っていう新田義貞 の家来の武士がいて、これ後醍醐天皇はどういう反応なんですかこれ。いや、そこ黙るそれ黙るしかないですよね。黙っちゃう、これ切り抜けられるんでしょうか。そこで脱出名人の後醍醐天皇脱出名人なんですか。絶対ね、いわきの現場踏み押さえられてもね、ごまかす人です、ちょっとその続きを聞かせていただいてもいいでしょうか。じゃあその新田義貞たちみんなね、はい、集まってくるわけです、はい、でその時、まあ、これまた原文がねここにパーッと出てるけどね、はい、
普段よりもなんかね顔色が玉眼ってね顔色、はい、で天使の顔がすごい満面の笑みを讃えながら「ね、義貞義助近く寄れ」ってね義助って新田義貞の弟でね、はい、脇屋さんっていうんですよね、はい、義行っててで涙を流しながらね言うことにはね一言で言うとね対いや悪かった悪かった、ね、これね高氏に騙すためのね、はい、技だから俺がねお前を見捨てると思う俺の目を見ろと中曽根康弘かみたいな苦しいですねいやそこはね五代五天皇の演技はねにっこり人格者顔で笑いながら目に涙をね浮かべながらとうとうとね条理を尽くしてね、はい、言うわけですよ、はい、佐々木さん、はい、社長がそれやったら信じますいやちょっと現場見てますからね現行犯で押さえてるわけでしょ、はい、でさすがにねそんな演技じゃねいくらお人よしの日東一族でもね許さないそうですよねそこで後醍醐天皇は必殺技を出しました、はい、ここにね、はい、息子がいるって常吉親王というんですよ、はい、このね可愛い息子本当あの蓮氏っていう後醍醐天皇の一の側近 の奥さんいろんな奥さんいる中で後醍醐天皇が沖ノ島流された時もついていってで森吉親王を殺しちゃうぐらいすごい力を持ってる奥さんの実子が3人いてそのうちの1人の常吉をお前に預けるもうまずそこから入るわけです、はい、ね、で暗井も譲る暗井まで、はい、今からこいつが天使だと、俺ただの人だからで三種の神器も渡す、で全てね天下のことはねもう新田はお前に任したと、はい、お前にね天皇を息子である天皇を渡すからお前がね天下の号令をかけろとそして一旦北陸へ落ち延びて後で落ち合おうとなるほどじゃあお前に全て任せるぞと言ったら、はい、新田一族はもうね義貞以下全員ね地面に伏してその堀口定光でね罵倒したやつも含めてウィーンって泣きながら天皇陛下にそこまでさせてしまうとはってもうそういうプレイするしかないプレイなんですねプレイでしょうもうこれはそういうことになっちゃうということなんですが、うん、はい、という、はい、ことを、でですね、はいうん、まあそこまでやられたらね、はい、っていうことでいやちなみにこれが原文ね出てますけれども、はい、ねもう自分はね光線のごとくね一時の恥をね、はい、耐え忍ぶからお前は判例のごとくってね、はい、いきなり漢文を引用しながらこの光線で越の王様そうそうそう、ね、餓死に昇誕の御殿の人ですよ、はいはい、こういうのを出しながら、はいねうん、この判例とか難しい感じですけど戦前の小学生全員書けたんですよ、はいすごい、はい、ですが、はい、まあそらさておきですね。で、はい、で落ち延びていくわけですよ。はい、で後醍醐天皇は、まあ、高氏のところに行ったら、はい、当然ね決まりパターンで、まあ、半分幽閉生活なわけですよ。うんやっぱりそうなっちゃうんですね。ね、はい、でそれでつまんなくなった後醍醐天皇はそこも脱出しちゃうつまんなくなったっておっしゃいました今、はい、いや高氏に事実上の幽閉生活どんなイリュージョンで脱出してるんですか後醍醐天皇ってしょっちゅう脱出するんですよ、はいはい、最初から捕まらなきゃいいのにすぐ脱出しちゃうすごいですねで、はい、そのまんま北じゃなくて南に行って吉野に、ねはい、南朝を構えるわけです、はいはい、でその中ででそれで何が起きたかっていうと、はい、新田義貞は天皇になったはずの常吉親王じゃないですよ新田義貞からしたら、ね、天皇なんですよ、 そうですよ、ね、だから元号とかも出してるし天皇の名前で臨時とかも出してて、はい、その地方政権なんだけれど朝廷やってるんですね、はい、で後醍醐天皇が南朝作ったから、はい、3つ朝廷ができた元号とかも3つある大混乱じゃないですかそう、ねはい、南北朝時代って、はい、元号が2つあって大変なのに、はい、北陸でも出してるから3つあって何がないら分かんないこもう全ての当事者はこの人っていうことですはい、はい、全ての諸悪の根源は後醍醐天皇素晴らしいですね、はいうん、でちなみに、はい、三種の神器は偽物あんなに涙涙に三種の神器まで捨てて渡すってもうその場をごまかすためだけにもう最初から渡す気なかったってことなんですかね、まあ、後醍醐天皇の得意技三種の神器の偽造っていうのがあるなんかあれですよ先生のご著者もいくつ持ってたんだろうって話で
うね、お前に渡したのは偽物だとか言いながら一応回収しとくって、やっぱり本物だったんじゃないかどっちなんだっていう、もうそういう人ですから。いやでも新田さんどう、この後でもどうなっちゃうんですか。いや流れ玉に当たって戦死浮かばれない浮かばれないじゃないですか、ね、本当に結構北陸で頑張って福井県制圧する寸前まで行くんですよ、はい、じゃあもうちょっとでっていうところ でそれでなんか散歩してたら敵に遭遇して弓で威嚇られて、なんだかよく分かんないけど立派な鎧してるから殺しちゃえって北朝の連中が弓矢で威嚇けたらこめかみが当たっちゃって、しかもあの悪いことに田んぼにあの足取られて、馬が足取られて身動き取れなくなってみたいな、なんか敵っぽいから撃っちゃえみたいな、で首じっていう人新田義貞じゃん棚からぼた餅みたいな。でその時に劣勢だった柴田勝根さんと足利忠義派の大名は、お前ただのまぐれあたりだろって、そんなんでね功績で主張すんじゃねえよって反対派から糾弾されるみたいなそうなってしまいそうですっていう、でもかわいそうですね、そうそうそうこんなに尽くしてきてそうそうそうはい、っていうですね、まあ、もちろんあの太平記にしか載ってない話もあるんで、ディテールがどうだったかともかく、はい、新田義貞が常吉親王をいただいて、あの北陸に家伸びて戦って、であの超小規模ながらも朝廷をやっていたことは確か、で本当にどういうやり取りしたかっていうと、太平記ってそもそも今の秘書秘書話みたいなもんなんで、平家物語も似てるもんですよ、はいはい、が秘書が国会議員の秘書さん同士がなんか与党と野党も関係なく、あとヤニ部屋とかでなんか情報交換してるみたいな話を集めたのがこれです、あ、まあ、本当のものもあれば、まあ、偽情報もあるかもしれないっていうみたいなレベルの話なんで、いちいち面白いんですよ、はい、そうですね、これだから大筋でこんな話あったんじゃないぐらいの信憑性ですが、はい、まあ、ただ後醍醐天皇が新田義貞を見捨てたのは事実、間違いのない事実なるほど、だから全ての天皇が人格者かっていうとそうではないわけですよね、じゃあそんな後醍醐天皇が人格者じゃないから天皇制廃止なのか、とかっていうことにつながっています。ちなみに後醍醐天皇に人格があったなかったで南北朝 の正当性が決まったじゃないですかね、はい、一応三種の神器っていうのが基本なんですけど、この軽い扱いですよこんなにまあ偽造しててもっていうことですが、はいはい、もう3つぐらい3箇所ぐらいに三種の神器があるんじゃないかみたいなこともあるんで、はい、いくつあるんだろうみたいな、はいはい、なんですごい軽くなるんですよね、はい、本当にあのどっちが正当かっていうと京都を軍事占領してること、だから南朝がもう戦略的価値も顧みずに意味不明な奪還作戦やってすぐ取り返されるを繰り返す、ああよくあるずっと繰り返してましたもんね、はいはい、というようなことなので、はい、だから結局皇室の話ってこれをやっとけ価値が人格者だからとか三種の神器だからとか、だって京都を軍事占領してる人は正当って言ったらじゃあ今江戸だよ、あ東京にいるわけですよねみたいな話になるわけですよね、はいはい、江戸に遷都した瞬間じゃあそれ変わってるわけですよね、はい、だからこう長い皇室の歴史の中では変わってるものもあるし、人間のやることが杓子定規に全て再現できるなんてありえないんだけれども、変わらないものは守っていこう、それをまあ2683年および神話の中から見つけていこうっていうのは皇室史という学問、はい、ということなわけですね、ということですね、いろんな天皇を紹介しながら皇室の問題を考えていきたい、はい、すごく、まあ、本当に重厚な、まあ、本当に、まあ、面白いですけどね、こういったことを知っていくことが、まあ、本当に、まあ、国守りというかですね、はい、一歩を良くしていくことにつながっていくんだなと思いました。ということで本日もありがとうございました、はい。日本には近代政党が必要だ、近代政党というからにはちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない、全くこれまでと違った局面に今直面しているのではないのか、その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですかって、チャイナが欲しがるような資源を持っている中でまだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。